今でしょ。わこつ、そういうパターンか。そうですね、あれあれ久々に普段のね、8時から枠でやってます。歌歌ったっていいじゃない。生主なんだから。まあね、まあそうは言いますけど。まあ今日はね、ちょっとこちらの、ブラザーズ、テイル・オブ・トゥ・サンズをやっていきましょうよ。皆さんもね、楽しんでってください。まあ普段はね、私この時間帯にいつも配信したんですよね、実はね。最初の頃はね。ワクワクワコツですということで、133番歳でしょ、先生。久々のこの時間ってことね。とかこめ考えてたのに、しょぼーん。ところで監督、なんでこれ英語なの？生主、意味深に聞こえてきた。英語版買ったんです。は雑談枠です。これ初めて。もう、なんで？これ目覚ましにしたよ。わかりましたよ。はい。これを目覚ましにしたよということで、わかりました。ちょっと後で見てみましょう。ちょっと後でね、コメントの、これか。ちょっと待ってよ。見てみるか。これを目覚ましにしてるんですか、最近。ちょっとまあ、リスナーさんがどうやらね、何かをね、目覚まし側に使ってるみたいなので、ちょっとそれを聞いてみましょう。よし。なんだこれ。ババンババンバンバン。はい。ハットプス、わらわらヘッドワーク50分。お前らこれをホーム画面にしろよ。なんでこんなの目覚ましにした。これあれだ、私がチューリップの放送の時に歌ってたやつじゃないか。うるせえとか言うんじゃないよ、私の声だ。よし、じゃあ行きますよ。なんか音小さいね、これいいのかな。じゃあ行きます。まあね、目は覚めるかもしれません。まあいいんですよ。まああんなの黒歴史もなんでもないですよ。そうそう、私の声。ただ録音する機会がちょっとね、なんですかね、少し劣化するんで、ああいう感じになってます。はい、では行きます。ブラザーズ、アテールオブトゥーサンズということで、行きましょう。わここ。わここということでね、158番さんいらっしゃいませ。そして、たまごみさんもいらっしゃいませ。ハロワ、わらわら。さて、なぜ、何ですかね、こちら英語なのかと、言ってる方いらっしゃいました。うん。ご指摘の通りでございます。なぜか英語なんですね。なぜなんでしょうかと言いますとですね、私これね、海外のプレステネットワークで購入したんですね。で、わかりました。夕飯の方行ってらっしゃいませ、クッシーさんね。ワコカンということで、ルルさんもいらっしゃいませ。実はこれね、購入した直後にね、日本で発売決定したんですよね。ショックのあまりね、気を失いそうになりましたけどね。これちょっとあれとかできんのかな。箱なら普通に買える模様。ちょっと音が小さい気がするんだけど、気のせい。まあ 2.5 にしとこう。で、あ、これビデオじゃん、ガンマじゃんこれ。いてらー、小さい。オッケー、いってらっしゃいませ。北米赤の住所ってどうしてる。気のせいです。あ、気のせい。そんなに音小さくない。いや、これね、基本的には英語出てこないんで大丈夫ですって書いてありました。はい、という、あ、なお箱丸なら普通に買える。そうなんだよね。まあいいや。まあ、いや、多分ね、これね、ゲームの音量が小さい。あ、そう、棒読みがちょっと大きい。マジか。ちょっと待って、じゃあ。棒読みでかい。よいしょ。これぐらい？なんかね、最近ね、には税金かかりそうだからやめた方がいいかもだが。あれはね、何も言いません。私はそれについては何も言いません。これ操作方法が、ちょっとそれについて、ね、いろいろ言うと。そうそうそう。このゲームは叫ぶの？まあいいや。行きましょう。いや、わからない。リトルブラザーインタラクト、ローテイトカメラライト。なるほどね。リトルブラザービッグブラザー。オッケー。じゃあ行こう。ということで、そうですね、176万さんいらっしゃいません。これ変わった感じの操作方法のゲームです。行きましょう。アップレの海外の住所はマクドナルドです。わら、わかりやす、わら、英語さっぱしなので、通訳お願いします。いや、これ、英語多分いらないと思う。って書いてあったから。ボタンとでしか使わんとかもったいないな。さて、どうやら、こちらに出てきたのは。待ってたら感覚なくなりました。わこちゅん。弟かな。
あ、そうなんですね。すいません。ということで、ワコチューンということで、青戸さんいらっしゃいませ。リトルブラザーのリトルブラザーがやばい。リトルブラザーがなんかショック受けてるな。どうしたんだろう。誰かのお墓の前にいるけど、このお墓、え、もう死んじゃってんの親父。ファーミングから代打で、スノーカキ村とは2011あって、私の王は可能前で、私の王は可能前で、私の、最後まで行けばわかる。わからん。まあいいや、とりあえず誰かが、溺れて死んじゃったみたいね、これ。わらわら。いきなし、こんなショッキングな感じ？ハモった、わら。母ちゃんみたいだな。あ、マーミーって言ってたの？そういうことか。母ちゃんか。結構ね、優秀な作品として海外じゃね、高評価らしいですよ。え、うっそ、マジで？え？マミー、これ英語で喋るの？マーミー。いや、基本的に文字は出てこないはずです。マーミー。え？マーミー。いいイメージだ。いいな、マーミいいじゃん、いいじゃん。ないないないだ早訳して。これね、英語じゃないんで。あたない大変だ。親父が、心臓が痛いって言い出したぞって言いました。ね、多分兄貴はそう言ってるんだと思う。ロシア語か。違う。ゲーム語。言語だね。本当か？やばくね。そう。今すぐオペだ。いや、ダメ。遠隔が見える。サージェイシミュレーターとかで直そうとしたらダメよ。どうしたの？なんでああ言うてんだ君たちは。サンスクリプト語じゃないよ。ホールドボタントゥインタラクト。よし、オッケー。 R2 と L2。 なんで親父が産むんだ。親父が持った。はい、あ、これいいことね。今 L2 と R2 をね、両方押してます。すると、親父をこう運べるんですね。銀メダル。銀メダルだったんだ。金じゃなかったんだ。こっちかな？親父は操作できないみたいね。一応、この2人を操作するゲームだと思いますよ。こっちにあれがある。ちょこれどうした。怠けた親父だな。違う、運んであげないと。何してる二人とも。あ、そういうことか。そっちは墓じゃん。親父連れ狼操作が迷子。あ、こういうことか。むずい。これ親父嫌な。これむずい。フラフラわらわら。金は金に酔い。これ難しい。落ちるよ。わら、マイケル・ジャクソンのダンスの真似でもしてるんですかね。ドリフみたいだ。で、これで親父突き落とす気。戻って親父を埋めるか。あれ、これ、あ、こっちらいけないんだね。オッケー、了解。じゃあ行こう、出発。わらわら。まあ多分ね、あらすじの方ね、読んでいただいたらわかると思うんですが、一応こちらの作品ね、お父さんが病気になってしまったんで、なんかね、命の水っていうやつを探しに行くらしいんですよね。まあということで、さて親父を埋めるかということね。235番さんいらっしゃいませ。行きます、皆さん。こっちが、あ、こっちみたいですね。じゃあ行ってみましょう、皆さん。ドキドキですね。ちょっと大丈夫？まあ、ジャック・スパロもそういうのをね、いつも探してますけどね。お母さん死んでたでしょ。お、なんでこと言うんだ。おば捨て山に親父は捨てちゃダメじゃん。性別が違うじゃん。行きますよ。こっちで合ってる？一応これね、今ね、L2 と R2 を押しながら、右スティックと左スティックを両方動かしてます。結構大変です、これ。そういう問題じゃない。ダメよ。あ、これ何？こんなとこに住んでんの？よし、OK。で、テストブリッジ。おい、兄ちゃん。で、これを動かすんじゃない？あれ大丈夫？
あ、これ落ちないんだ、ちゃんとね。よしよし、よくできてる。早く。で今来た初見、また味のありそうなゲームですね。いや、はい、ということで、249番さんいらっしゃいませ。手伝えよ、おい。おい、兄貴も手伝え。兄貴。じゃダメなんだろうか。兄貴、手伝ってくれよ。あった。お前、あったじゃないよ。お前手伝えよ。兄貴強い、力強い。おお、すごいすごい。兄ちゃん動いた動いた。やっぱ兄貴は手伝ってくれましたよ。あ、そうか、これやばい。兄貴とね、弟の位置関係がね、逆になったらね、相当難しい。いや、これでいいみたい。兄貴とね、弟の位置が逆になったら操作が相当難しくなる。はい、ということで、監督はこつ、操作系がカオスですね、ということで、260番さんいらっしゃいませ。あんちゃん、あんちゃん、つうことね。行きましたよ。弟ばっかが働かされてますよ。兄貴サボってんぞ、わら。兄貴、わらわら。すごく苦しそう。早く楽にしてあげて。竹内さんは広島ガスの人だよ。兄貴サボ。あれ、これ、どうすりゃいいの？え、こっちになんかね、こう、はしごみたいなのがあるんですよ。違うのかな？あ、わかった。わかった。こういうことだ。多分、弟、兄貴がだなんか肩車していくんじゃない？肩車じゃね。こういうことじゃない？こういうことだ。よし、で、よし、俺が大になってやるから、行け、弟。よっしゃ、行こう。兄ちゃん、ありがとう。ゲーム性。そうそうそう。そうそう、そういうことなのよ。これね、イコみたいな部分もあるんですよ。で、これ縄落として、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、お前降りてくんじゃねえよ。お前落ちてくるんじゃねえよ。まあいいや、こいつは多分もういらないでしょ。用なしですよ。わらわら。えい、なや。で、えい、なや。なんか言っとるで。なやーとか。何言ってんだ。で、これを、多分これを動かすんだよな。なや。ちょっと待てよ、これ、あれ。よし、動かして。ぐるぐる回すんじゃない？あれ、やばい、これ、あれだ。弟もいるんだ。いや、皆さん勝手にその言語をマスターしようとしないでください。こちらの世界ので、登っていきましょう。多分これで正解。結構面白いかもしれない今のところ。で、回すのかな、一緒に回して。いいね、いいね。 OK。 ちょっとやばいやばい、親父死にそうじゃんこれ。親父大丈夫か？監督なの？ブラック監督じゃないよ。おし、弟よ、運ぶぞ。マスターしたって繰り返し。あ、なんかおばはんかおじさんか知らんけど、なんか出てきたね。きっと結核だから。なんだろこれ。隔離しよう。いや、結核だったらまずいね。うつるかもしれん。大義とこ住んでますよこれ。大変ですよ。そうだ、どうやら町医者のもとに、行きましたね。話せません、スワヒリ語。親父、もうすぐお前たちにもう一人弟ができるぞ。ゲホゲホ。親父はどうして治らないんだ。先生はヤブ医者なのか。私はヤブ医者ではない。ただしかし、一人だけこの病気を治せる医者がいる。その男の名はブラックジャック。妹が欲しい。これを見よ。これがブラックジャック先生の家のある場所だ。ここに行かないと、やっぱしね、治らないんだよ、この病気は。わかるか、みんな。なるほど。ブラックジャック先生のもとに、親父を運んでいこう。そんな感じでしょうか、ね。はい、これあげる。いや、この二人のね、いや、ブラックジャック先生はな、こういう尋常とかに弱いんですよ。知らないんですか皆さん。ブラックジャック先生はこういうね、頑張る、こういう兄弟を見たら多分ね、最初はまずね、お金を要求すると思うんですよ。あ、ということで、爆肉亭翔太郎さんいらっしゃいませ。そうそう、一回請求来るんですけど、結局最終的に戻ってくるんですよね。先生、そんなの無理だよみたいなこと言って、
とりあえずどうにかしてお金を貯めた後になんかこれでね、出世払いで還元してもらおう、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、多分そんな感じになると思うよ。手塚の恩情ですね。いや銀メダルですか、そうそうそう、いやブラックジャックの恩情だよ、何言ってんだ。でそれ安西先生ね、うん、安西先生は関係ないじゃないかな。もう親父のことは諦めよう。そうですね、まあしょうがない、親父は寿命だ。やばいやばいやばい、あいつやばいやつだ。結局払わないやつもいるんだけどね。イエーイ、こっち来いや、このアホが。おい、こっち来いと言っときながら、こう集中をこっちにね集めときながら、はい和骨です、でジロラモさんいらっしゃいませ、こういうことじゃないかな。はい、ない。え、ダメだよ。行くの？いいのかな。普通にこっちから行くのかな。それはジュラシックパーク。あ、海が嫌いなんだ。あ、お母さんが死んでからトラウマで海は行けないんだ。弟は。ダメだよ。ここを行かないと行けないじゃないか。見てみろ。そら、行くぞみたいな感じでしょうね。そうみたい、そうみたい。速やかに訳して。意外といけるだ。わかりました。ホールドボタントゥインタラクト。あ、なるほど。こういうことか。親父、あ、なるほどね。あ、弟のために兄はですね、こういうふうに背中にね、抱きついていくんだ。いや、こういうこと、こういうこと。深いところに行くときは背中に抱きついていく感じだ。インスティンクトじゃない。いや川だと思いますね。川でした。すみませんでした。いや見てこれ綺麗ですよ。皆さんもこのガスか。うん、そうみたいね。私が運んであげないとダメみたい。っていうか私いつの間にか兄設定で話進めてますけど、私は兄でいいんでしょうか。弟設定の方がいいような気がするんだけどな。じゃあ私は弟設定でいきましょうかね、こっからね。この二人をしっかりと確認していますよ。バタフライの記録保持者の運搬はどうするの。いや何のこと言ってんの。兄であり弟でもとりあえずこっちでいいのかな。二人を使い分けたら、あいやー、命の水直行できそう。そうね、両方やろう。いや命の水っていうぐらいだから普通の水じゃないんじゃないかな。あ、わかりました、了解です。これ登れるのかな。おはようございます、これ監督、登れるのかね。父をやってください。登れるんじゃないかな。え、じゃあお父さん、おはようございます監督。ということで329番さんいらっしゃいます。父さんはにゃんちゅう、性格悪そうな兄弟、誰わらネタバレ、からこの川の水が命の水、やばいやばい、漂う妖芸草。そんなわけないだろう。妖芸だよ、妖芸、妖芸、あのペイデイとか作ってる会社。なんて名前だったっけな。なんて名前だったっけ、名前忘れちゃった、会社の。なんとかブリーズとかいう名前だったような気がするな。あ、閉められちゃった。マジで。あ、こいつ。あ、踊ってやがれ。こ、くそガキがこの野郎。マークブレイン社。あいつ。マークブレインじゃないよ。なんとかブリーズだったよ。違ったっけな。ちょ待って。どうしよう。あいつ。あの橋の上におったやつですよね。腹立たしいですね。まあしょうがない。こっちになんかありそうですよね。洞窟かなんかありそうな予感がする。どう？スターブリーズって書いてある。登る。あ、スターブリーズ。オッケー。サンキュー。何これ？登れないじゃん。どうしたどうした。ちょちょ、誰だも。ガードも通す。監督。そこの、あ、そういうことね。何これ、ちょっとすごいじゃんこれ。行くよじゃあこれ。マジか。多分まずこうするでしょ、で向きを決めるんですよ。向きを決めてこういうことね。でジャンプ一回引いて行くよ、ジャンプ。ダメじゃん。は許さない。じゃあジャンプ、はい。あ、はい、また村、わらわら。ロッククライミングこれ難しいわ。ちょっと待てよ、いくよ。で、引いて、スフクのジャンプ。マーベラスみたいなゲームなのかな。ん？あ、マーベラス、いや、マーベラスかどうかわからんけど、ここまでか。とりあえずちょっと待ってね。
いやちょっと待って、で、なんで落ちるな。ちょっと兄貴だ、ちょっと兄貴、ジャンプ、おい、オッケー、いけた。あ、通勤になります。でも分かった、大丈夫大丈夫、いくよ。まず上を押しながら一回離す、離すよ。で、はい、で、次のジャンプ、オッケー、いいね、いいじゃんいいじゃん、ダーですよ。オッケーオッケー、これでとりあえずここまでは来ました。じゃあ次行きましょう。シンクロゲーですよ、ね、どっち行けばいいの、こっち。あ、行きやがった。ちょっと兄貴より先に行くんじゃないよ弟が。お兄ちゃんがね、お前にいろんなこと教えてやるからよ。まずはここに行こう。え、まさか、いや、まあ、危ない危ない、危ないよ兄ちゃん、危ないよ兄ちゃん、大丈夫、鳥がいるよ、鳥が、綺麗な鳥だな。ネイトさん、よしよしよし、ジャギかよ、サスケみたい。あれ弟は、あれ弟はどこ行った、あれ弟落ちとる、ちょっと弟落ちとるぞ、おい、ちょっと、あ、わら、ちょっとちょっと、やばいやばい、弟、あ、やばいやばい、弟も戻らんよこれ。いや、マコン怒ったということで、よし、再来しません。やばいやばい、これ、あかん、あかんやつや。あ、オッケーオッケー。びっくりした、びっくりした。もうこれ、あの、根性の別れかと思った。積んでない、積んでない。いや、根性の別れかと思いましたよ。危なかった、危なかった。で、よし、行こう。オッケー、ナイスだぜ。よし、じゃあ、弟はよく来たぞ。じゃあ、行くぞ、こっちかな。行ってみましょう。命の水ってホールド L1 or R1 で、カメラを移動することができる。あ、こういうことね、了解。ちょっと見てみましょう。この町の人間に見つかってはいけないってことなんでしょうかね。なんか人みたいな髪型してるな。え、そう、男ばっかりのゲームやだな。こっちから行くのかな。え、まあ男ばっかりのゲームやだなって言いましてもね、私基本的に男ばっかしのゲームしかしてないような。あ、エリーとかね、そういうことね。ああ、そう言われてみればそうだな。こいつ何なんだろう、人から逃げてるの、わからん。ちょっとそこら辺も理由がわからんのよね。女性はママが出ました、個人だったが、これ何だろう、これ、あ、2人連れてきたら何か起きんのかな。いや、意味がわからん。ゲームすると嫁に浮気認定されるの。寝とる、わらわら、ちゃんとキスして体力上げよう。お監督か。いや違う違う、そういうゲームじゃないと思うよ。いや、監督こんな感じじゃないけどな。まあいいや、とりあえず行きましょう。多分こっちでしょう、おそらく。起きろハゲ。おい、起きろ。え、どっちかな、絶景なりとかそういうゲームじゃないと思うんだけどな。じゃあここを、ここ登れないよね。どうすりゃいいんだ。いや、これは座るだけだろ。じゃあこれか、これかな、樽。いや、いや、こっちって言ってるね。クリア後のおまけステージ。あ、これかな。あ、な、あった、え、なや、どうやって登ったお前、ちょっと待って、ここ？オッケーオッケー。で、あ、裏なんだ、裏に行くんだ。オッケー。あ、またアスレチックみたいな感じなのが始まったね。これ、何これ？まあ、2人をね、うまくね、やっぱしね、いや、お父さんのね、ために兄弟力を合わせてね、命の水をゲットしに行きましょうよ。うん。あ、でも綺麗だね。なんかすごい癒されるね、このグラフィックにね。たまに日本語言ってくるぜ、皆さんも。わらわら、あ、危ない、弟よ、先に行くんじゃない、兄が行く。じゃあ待って、押すんじゃないよ兄ちゃんみたいな感じでしょうかね。じゃあ行くよ、こっち、私が先に行こう。お兄ちゃん危ないよ、ここ。さっきの予選でしょうか。あったー、わらわら、危ねえだろ、よしよしよし、いや相当危ないよ、押すなよ、後ろから押されたら落ちちゃう。
あ、また来た。はい、へー、僕は通せないよ。あ、ということで392番さんいらっしゃいませ。さて、どうやらあれがいじめっ子みたいな設定なんでしょうね。あいつがいるからいけれないみたいな感じでしょうね。56層。お、いや、弟だけは生きる場所とかあるんだ。兄貴はいけないんだ。なるほどね。弟は、デリートドリー、兄は仲良し兄弟、お兄ちゃん。はい、ということで395番さんいらっしゃいませ。ワック監督、テリーとドリー、二人は仲良し兄弟、お兄ちゃんということで。犬使うのかな。そうですね。あ、犬を使うと良さそうですね。じゃあ犬を。だ。いや。犬をどうするの。犬の墓掘るんじゃね。あ、そういうことか。これを蓋を開けて。でもあれ可愛い犬だよ。あいつ犬怖いの？マジかよ、あんな可愛いやつ。いやマジか。あれヘルハウンドじゃないよ。全然可愛かったよ今。あいつなんにビビっちゃった。こっち、それでいじめっ子受けるよ。こっちとか相当怖いよね。これケルベロスこっちでしょ。大きさからして、まさかこういうこともできちゃうの？逆回しは。知り合いにチワワ怖がる男いた。あー、さすがにこれ、あの兄を閉じ込めることはできないみたいですね。よし、じゃあ行こう。こっちはどうなってんだろう、見れないか。よし、まあ行こう、先に行きましょう。チワワ目が怖い。チワワ怖い。あった、向こうか。了解。さて、だいぶ来ましたけどね。あ、あいつ怖がってちょっと上に上がってますね。まあ助けてあげましょう、かわいそうなんで。あ、ミーボだミーボー。やばい、煽っとる。兄貴もなんかやるんかな。イララミーボだミーボー。趣味が悪いぞこの兄弟。煽っていくスタイル、動物あ、みんな結構動物苦手な人多いんだ。わっはっはっは。わっはっはっは。あるっすよ。イララピコー。これかな。どうするの。猫だ猫。犬から逃げてるのが監督。よし、この兄弟を。いや、違います違います。あ、目覚まさせていいのかな。起きないね。どうやって目を覚まそう、させようかな。これは使えないのか。オッケー。じゃあ今移動に短髪かけた。わからない。ということでボブソノダさんいらっしゃいませ。やばいやばい。ナイナイ、何してる何してる。こっちでいいのかな。まあいいや、こっち行こう。じゃあなんか揉めとるね、あそこ。何してんだ。ないなや。何してんだろあいつ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。なんかおい、俺が悪かった。家に開けて、家に帰ってきたぞ、ドア開けてくれみたいな感じでしょうかね。私もね、何度かそういうことありました。まあ行きましょう。てるのかな。はい、あいたあいたって聞こえる。はい、行きましょう。隣人じゃね、監督の家かな。借金取りじゃないよ。あー、そういう風に見えたんだ、みんなは。隣人さんが私の家に来てるだけか。嫌ですね。喋ってみましょう、こいつ。メボだ。おい、それはなんていう犬だ。猫じゃん、これ猫だよ。お前バカだな、これ犬だと思って遊んでたのか。お前これ猫って言うんだよお前って言ってると思います。いや違う、これ犬だよ。監督も罪作りな男だな。よし、じゃあ行こう。でこっちかな。うわ、なんか二手に分かれてるね。こっちかな。
こいつ喋ったらなんか起きんのかな。あ、この橋を下ろしてほしいよね。うるせえって感じでしょうかね。まさか。やりすぎやりすぎ。おい、やりすぎだろお前。やばい。やりすぎだよお前。やばいやばい。この間に私が頼めばいいのかな。アナ、ウェンハーディ。サイコパスだったのか。いや相当サイコパスだったね。おい行け。おしおし。いや結構いい感じだったよ。ここ笑うとこです。で、そういうことなんだ。そういうことか。ルールオブローズの世界なら上級貴族になれるな。いや相当ですよ。いたずら万歳って感じですよね。見てこれ、癒されるねこれね。ちょっと休憩しよう。テレビ？何のこと？ちょっとじゃあちょっと休憩しますね。この川をね、流れを見ながら休憩しましょう。ちょっとね、可動性の橋必要か？マイナス4。ミストが気持ちよさそう。ねえ、ミストが気持ちよさそうなんですけど、ちょっとあの後ろでおっさんがハーハー言ってるんですよね。ミスった、わら。川の流れのようにこの川に桃が流れてきたらどうします。あはあ、川の流れのようにということでね。はい。食べる？何を？あ、桃を？剥がすの？ずっといるとまた下あたりがしぶきで濡れて、あらぬ誤解を招くな。どうした？桃太郎さん。よし、じゃあ行きましょう。レク、休憩の方させていただきありがとうございます。新しい目覚まし音源ありがとうございます。やめてください。監督ご機嫌、わこつ、わらわら。はい、ということで、監督ご機嫌、わこつってことでね、わらわらということで、蒸気機関さんいらっしゃいませ。さて、どうやら次の、なんでしょうね、町を出た感じかな。あれ、あそこで何か遊んでるね。あれ、バスケしてるんじゃないかな。行ってみましょう。あれ、これ誰だ。後で様子でからこれ鶏かな。わかりました、ありがとうございます。ご機嫌でよ。左手は添えるだけだぞ。なんだろうこれ、これ俺おばあさんがおるね。おばあさんにまたちょっとこれ喋らしてみよう。おい食料だ。おいお前だ、やりすぎじゃあかんね。今夜は焼き鳥だ。これ何してんだ。わらわら。これ何してんだこれ。粛清じゃー、サイコパスした。粛清じゃないよ。結局歌ってばっか。いや、歌うのあんまりそんな歌ってないけどね。よし、じゃあ行くぞ。で、あ、これで私たちが近づいたら、ナヤ。何？ナヤ。何を見つけたの？こっちでいいのかな？これ私もできるのかな？こういうお遊び要素あるのかな？やってみようかちょっと。はい、リバウンド。じゃあリバウンド取って。俺のだ。イエッヒー。ちょっと、おい、待て。おい、弟、ちょっと勝手に行くな。何してるよお前。おい、あかん。それ人のやで、お前。ちょっと。あいつ足早いな。こんな感じでしょうか。あ、しかも投げてよ。最悪、最低。リバウンドを制する最低。最低。あ、ちょっとあれ返すじゃん。あ、なんかリスがおった。いや、シュートできないっていうか、シュートする前にこれどっか投げちゃった。ちょっと待ってよ。これパスできんのかな。じゃあ主人公としてどうだ。あ、そういうことか。こういうことだ。あったあった。流れちゃった。これがリバウンドを制するのに失敗した男の末路である。あーた。
はい、これ悪かったね。はい、オッケーオッケー、これで大丈夫よ。ダンク決めれるの？そういうことできんの？え、どういうこと？あ、分かった、こういうことだ。レイアップ決めよう。だ、行け、ゴールだ。あった、打て、あった、パスを繋いだんだから決めろ。外した、こいつ。こいつなんで外すの、こいつ。行くよ。だ、イエーイ、イエーイ、ゴール、ゴール。これなんかいいことあるのかな。なんもないね。まあいいや、行こう。よし、こいつはもう下手くそだしね。私たちは最高のバスケ選手ですよ。で、こっちかな。ありがとうございます、拍手をね。で、でも癒されるね、これね。田舎な感じで。でもね、なんかね、噂だと結構ね、なんかこう幻想的な世界観の中にこう妖精とかそういうのも出てくるらしいですよ。私はよく知らないんですけど。で、多分ね、意図がある方向にね、進んでいけばいいんだと思うんですよね、おそらく。ほら、また移動。了解、薬決めてるのか。カーペッつって、まだこいつ爆発するロボットの、これ飲み水だぞお前。いや、それはね、カーバルスペースプログラムでは出ない。いつになったら技覚えるんだ。井戸があるところに最悪だ。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。で、こいつだ。おっちゃん、だだ、いやいや、おい、あっち行け。一体どういう教育してるんですか。わら、井戸から監督出てくる。おお、なんだよこれ。これこれ、おっと、弟は相当やんちゃ坊主だ、これ。わらわら、私がびっくりしちゃった。そんなことするんじゃないって感じですよね。わらわら、で、これの隣人行くのかな。そこで3564。わらよし、で、上げて行く。オッケーオッケーいや、あれ、じゃあもう一回やる。ちょっとあれ、よかったね、もう一回見よう。母ちゃん、子供に絶望してるんだんじゃね。いいね、なかなかいいね。ちょっと違う角度で見れないかな。この角度で見よう。すげえな、この子、我々。なかなかしてましたけどね。オッケーオッケー、じゃあ行きましょう。で、こっちかな。あ、なにこれ、あそこに、あ、なんかあれ、あれなんて言うんだ、ハーブ、ハーブを演奏してる人がいるね。私あんなことしないよ。ハーブを弾いてる人がいる。弟の将来が心配だ、わら。ハーブ、脱法ハーブ。あ、脱法ハーブじゃない、なんてこと言うんだ。喜んどる、喜んどる。じゃあ、あ、ハープか、ハープか、すいませんでした。じゃあこっちでやってみようか。兄貴でやると、広島東洋ハープ。兄貴下手くそすぎだこれ。ダメだ、兄貴はこういうのは苦手なんだね。わらわら、あ、またここを渡っていくのかな。わらわら、音楽のよし、行こう。兄貴下手、わら。兄貴は下手くそみたいよ。兄ちゃん待ってみたいなね、感じでしょうかな。パワーキャラ兄貴、ダメ兄貴、わらわら。そうね、パワーキャラってことなんだろうね。あ、なんか上機嫌そうなやつがいる。うわっ、ゲップしやがったこいつ。これお酒飲ん、あ、飲んじゃダメ。監督の用だ。まずいぜみたいな感じでしょうね。私みたいですからこれ。監督汚い。私じゃないよあれ。うわ、ひどい。兄貴だったらどうなるんだろう。おだ、ろくな大人がいないね。まるで兄、子さん、そうっすね、初見のようだ。おお、なんだ。じゃあ行こう。なんで弟が初見なんだ
あ、兄が子さんで、兄は子さんは力強くて、うん、結構なね、なゲームなんですよこれ。なんかね、終わり方もすごいいいとか、なんかラストもすごいみたいなこと書いてあったんですけど、どう終わるんだろうな。あった、あ、きっと初見。いや、私は初見プレイですよこれ。こっちかな。まあ追いかけていきましょう。お兄ちゃん待ってよみたいな感じですよ。あれ、何あれ、クマ、クマがいるよこの牧場。クマがおる。この間に行くのかな。これでいいのかな。アムダショ、クマモン、PV 見た限りじゃ監督が思ってる以上に壮大っぽいぜ。死んだふりしよう。クマなのか。そうなの、マジか。クマ、ワンワン。いや、クマみたいじゃないこれ。最後は親父から元気な男の子が生まれて最強大。こういうことか。で、ワオンワオン。オッケーオッケーオッケー。いい感じ、いい感じ。こうやって交互にやっていく感じね。うまいな。こういうことじゃないかな。で、よっこれをクマと言える。でも、でかくない？これ犬な、犬にしてはでかい。やばい、やばい、やばい。え？マジで？いつになったら宇宙から。これ失敗する人いる。やばいやばい、危ない危ない、落ちちゃった。いつになったら宇宙、無駄に色々できるな。なんかでもファンタジー的な要素もあるらしいんですよね、結構。こっち来い。で、こその隙にこっちに行け。で、呼ぶ。こっち来い。いい感じね。で、ここに行って、あれどうすんだろうこれ。あ、そういうことか。了解了解。こっち来い。こっちこっち。よし、こっち。で、その隙に、こう行くんだ。オッケー。無事、二人とも、たどり着きましたよ。兄ちゃん、ありがとうみたいなね。弟よ、お前もうまくやったなみたいな感じでしょうね。そうで、これどこなんでしょうか。なるほど。ねえ。パラパパパパパパパーってことね。懐かしいですね。ファイナルファンタジーっぽいですね。あ、危ない危ない危ない。大丈夫か？レベルアップしとる？レベルアップしてきましたよ。ブーとかやらない。ということで547%いらっしゃいませ。よし、じゃあ奥に進んでみましょうか。修行しよう。汚い。修行。監督。汚い。違う、私の、あの、あれじゃないよ。ちょっと待ってよ。あ、そういうことか。了解。私のおならじゃないよ。みんなも真似してやらない。ということで、殺さないでしょ、まさや。私はね、ジャンクマンさんじゃありませんけど、あの、抱っこはね、しません。え？なんで匂うのよ。まあいいや。やめて、みんな。遊ばないで、それで。ブーイングって考えればよくないけど、いいんじゃない。こっちからも行けるのかな。スピーカーからの声って伝わるのか。おね、ん、おね、あった。で、お孫抱っこして。あ、魚がいっぱいいる。魚がいっぱいいるよ、みんな。こっちは、まあ、このまま進めばいいんでしょうね、多分。なんでや、で、おならが関係ないやろ。釣りしよう。で、釣りできたらいいけどね。なんかアイテムとかないんすかね。あ、またこれあれだ、一緒に登るやつだ。よし、いいぞ、弟よ来い。オッケー、ナイス。で、あの紐を下ろしてあげればいいんだね。で、お兄ちゃん登ると。よし、いいぞ。あ、また来た。苦手なやつだ。じゃやな、オナード関係ない。やばいな。行きますよ。で、上に上がって、はい、行くよ。
ジャンプ。むず。ジャンプ。で。ジャンプ。危ない。で。兄貴。オッケー。ナイスです。登ってきましたよ。あ、あそこに鳥が入ってる。鳥かごがありますね。いや、相当すごい動きですよね。で、こっちでいいのかな。まあ、普通に進んでみましょうかね。あ、うさぎがいっぱいいる。あのうさぎなんか関係するのかな、クリアのためには。あ、わかっちゃったよ、私もうこれ今見た、これを見つけただけで私はわかりました。こういうことですね。で、マジかよ。ハムスターじゃない、あれめいめい言ってるから羊じゃないかな。羊を走らせるのかな。こういうことか。まず行く。で、で羊を呼ぶ。羊がを呼ぶんじゃないかな。おい、ダメだ。ちょ、弟よ、何をしている。その羊をこっちに連れてくるんだ。ダメだこいつ。じゃあ、待て、ウサギだろ。ウサギの方かな。網じゃないか、持ってけない。口笛は、ん、あ、口笛とか吹けたらいいね。何してんのこれ。この男でよくね。兄貴の場合そうよね、手伝ってほしいけどね。向こうだよ、向こうに行けばいいんだよって言ってますね。命の水は向こうにあるぞみたいなこと言ってますね、多分。で、じゃあウサギの方かな。で、ウサギをどうすればいいんだ。はい、捕まえて。オッケー、連れてこう、連れてこう。ちょちょちょ、弟よ、こっちだ。どうなった、ナイ。何してる、ちょっと。ダーナイ、オン。どうすりゃいいんだ、これ。あった。あった。ダメダメ、何してる。あ、そういうことね、了解。これどう、どうすんだ、これ。ウサギはゲットしたんだけど、あ、こういうことか。違うよな。どうすんだろう。一匹だけ白いウサギがいるね。あれを捕まえるってことなのかな。どうすりゃいいんだろう。これを捕まえればいいのかな。まあ一回置いて。これでいいの。じゃあ、で、弟が登れないんだよね、これ捕まえたら。じゃあやっぱ違うのかな。か、これで焚き火があるからここで食うかだよね。どうすんだろう、これ意味あんのかな。意味ありそう。どうなんだろう、わからんな。ここはちょっと考える必要があるかもね。もしかしたらあの道も片一方だけはまず進んで何か起こすのかもしれないね。